こんにちは。動物オブジェ作家の山中愛です。今回は、阪神梅田本店第 EGC 展に参加しています。今回も、猫の作品と、亀の作品を中心に展示しています。大きい亀も、新作で、持ってまいりました。で新作で、こちらの、亀の作品があるんですけれども、4点が、四季の作品になっています。でこちらの作品は、蝶々と亀の作品になっていて、春らしく鮮やかな、色彩で、制作しました。こちらが、夏の作品で、ペンギンと、青空をテーマに制作しました。こちらの作品はウサギとカメのちょっとこう童話を思わせるような、作品になっています。最後に、こちらの鶴の作品で、おめでたい形に仕上げました。たくさん作品がございますので、ごゆっくりご覧ください。ありがとうございました。